もういい？まだ？もういいんじゃない？かける？うん。もういいの？じゃあ自分でやってくださいよ。はい。すいません。はい、手出さないやつが口出すね。はい。あー、いや、ごもっともですね。じゃあ怖いって。全角度に文句言ってるな、お前。ずーっと。あ、いいね、うまそうよ。わ、もういいんじゃないですか、これ。いや、そうなのよ。なんか、全然良さそうやけどね。全然良さげなのよ。はい、じゃあ、俺行く？あん。佐伯さん行く？いや、行っていいよ。いや、皿がなんか、まさっ皿なんかもうそれ一枚で一生やっていかなきゃいけない。うん、え、グランピングって何の略やったっけ？グラマラスキャンピングね。みたいな。なんでこう、なんかこんな状態で、まだすき焼きのタレが残った状態で。全然グラマラスじゃないんだよ。うん、はい、あ、でも、これうまそうやね。うん、どうですか？これはうまそう、ほら。これ。太いんすよ、麺が。茨城の人知ってるでしょ、これ。あ、ちゃんぽん麺や。アホ調査的にうまっ。山本さん、あ、肉は出てた。そうやろ、高級な。おい、次からめちゃめちゃショック受けてるやん。美味しく食べたいから。じゃ、しっかり自分の肉入れた状態で入れてくる。いやいや、忘れてる。ソースも足してさ、取ればいいじゃない。まだあるから。そんなにあるもん。いただきます。めっちゃうまいですね。いや、うまいの完璧なやつだから。確かに。うん、うまい。うん、むちゃくちゃうまい。どうする、サーロイン。鉄板掃除しないといけないですね。うん、そうだね。俺偶然広し鉄板持ってきてるんで持ってきましょうか。あら、大和さん。、はい、いいとこあるね。はい、広し鉄板を持ってきた。車の鍵。広し鉄板って、あれ知らないの？今巷で話題の広し鉄板知らないの？鉄板ネタすか。違う違う違う。キャンプ道具の俺のオリジナルのブランドの鉄板なんだよ。はい、あ、おっね。あ、でもこう見るとおしゃれっぽいっすよ、やっぱ。え、おしゃれっぽい。ライトとか。マジで。はい。これが、これが広し鉄板です。ヒーローシー。いや、めちゃくちゃいい。広しさんなんか入ってんの？かっこいいね。ヒーローシー。いや、めちゃくちゃ、こっちの方がいい肉がうまく焼けるんじゃないですか。そうだね。ちょっと小さくない？その鉄板。いや、うん、ジャストサイズなのよ。本当？これ。うん。マイナスプロモーションしないで。違う広し鉄板の。普段使い勝手はね、ソロキャンプでいいのは分かるけど。ああ、はあ、はあ、ちょっと肉が贅沢すぎての話。こんなんだって焼いたことないでしょ、英語のサーロインとか。しょっちゅうあるよ。いきます。うい、で、山さん、これえ、あ、どうする、切る？あ、裏返してから。裏返してからいい感じで食いたいから、俺そのまま行こうかな。うわ、うわ、すげえ。いや、いい肉。いい鉄板だね。いい鉄板、いいね。いや、めっちゃ完璧な焼け具合ですよ、これ。急に広し鉄板が出たら動き出したよ。え、いや、ちょっとこう、いつものこうキャンプに近づいてきたから。うん、ありがとう。はい、はい、いきます。ちょっと切ってもらって。そう、断面いっちゃおう。切りますね。ちょっと押さえ、山本さん、押さえといて。うわ、いいんじゃない、ちょうどいい、ね、もうちょいかな、ね、このまま置いといたらちょうどいい。このままちょっと置いときゃ。ちょっと厚めに切りますね、せっかくなんで、うん、なんで半笑いなんだよ。あ、中はもうちょい置いた方がいいね、やっぱ。目に映るもの全てに絡んでいく。じゃあこれを一人だったらこう、じゃあもうちょっと焼きたいんだったらこう、これを縦にしたら、うん、分かる分かる。だから切りましょうって俺言ったんですよ。はい、タイツさんが悪いですよ。俺が悪いね。マジ謝ってください。はい、ごめんなさい。いや、マジで U字工事で。ごめんね、ごめんね。ですよね。はーい、と言いまて。最後、公明代表で。チックショー。謝ってないよ。やらされたことが、はい。
本当広瀬鉄板あってよかったですね。ちょうどよかったですね。早口に放り。どう？うまい。あの日立牛サーロイン。うん。見、う、え、ん。いただきます。まあ柔らかいよね。柔らかい。あでもいいっすね、外焦げてね。うん。いやオリーブハーブよりただの塩がいいか。オリーブハーブ。うん。これをあこっちの方がうまかったのかな。なんで？なんかこれ専用みたいな。これかけよう。うわあ。ニンニクソースかけよう。どうですか。まあ何かけても何かけてもうまいよ。うまいよ。うん、あでも俺もちょっとニンニク要素欲しいね。かけ。あいいっすよ。うん。かけ。あうま。あうまいね。うん、いやこれうまい。この油俺食べていいですか。いいよ。うん、うん、美味しい肉って脂がうまいですね、うん、俺とんかつとかの時切ってたんですけど昔。あ脂をね、はい、いや分かる。美味しい肉だったらもうこっちの方が食いたくなる。うん確かになかなかこういう番組でさ水飲むってないよねなんかグランピングだったらそれっぽいね。でもこれがリアルじゃないですか。カメラ回してもらって自由にやってるから。そっか。テレビはもうなんかワイングラスみたいなの用意されてもうろうそく置かれてるんですよ。やっぱそうだね。素材的には完璧なのよ。そう、はいはいはい、場所もいいでしょ、うん、人そうだよね結局そこだ。だから本当にあのこんなこと言いたくない。やっぱり出る側と撮る側。うん。いやスタッフのせいにもしないここ放送しないでもらっていいですか。グーのとこキモいサトシちゃん、サトシちゃんこうやってあげたい気持ちあるんやけどごめんねいやいやいやサムネイルですよ今。いやなんでグータッチなんで俺とのグータッチがサムネない。キモグランピングでグータッチキモい題名キモいキモい。はあ、食った、うん、綺麗に片付けながらやらないとやっぱもう、ね、いややっぱ難しいよね、うん、なんかさっき下行ったら、うん、人がいない川もあるんですよ。あらなんか花火あるみたいで。あなるほどね、はい、綺麗なもの見ませんか。綺麗なもの綺麗なもの綺麗なものまあ普段やんないから。まあねいやそうなんですよ、うんどこから見る。横から見るか下から見るか。いやロマンティックだな花火、うん、おじさん3人だからもうつまらない時はつまらないっていう約束で。まだ少し楽しみ俺。いやいやまあわかる。まあめったにやらないから、うん、あーそっちがいい。こっちがよかったね。あ、でもなんか勢いが。ああ、いいっすね。毎年さ、このメンバーでやりたいよね。夏の終わりに集まってさ、花火、やりたいよね。そうだな。ちょっとなんか違うタイプの。そうですね、そうですね。あ、意外と。あ、なにこれ。ひらひらなんて。ひらひら、センスが落ちてきます。あ、意外とパラ。どうする。センス捕まえた人取れたら取りましょう。取ったやつリーダーね。はい。さあ、ひらひらセンスいきたいと思います。来るよ。いきなりポーンって言うのかな。あれそもそもつける場所合ってたのかな。来た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 。ひらひらセンス。ひらひらセンスはバッチ。ええ、どこ。最後か。番じゃない。
花火で滑ったりするんですね。期待しすぎたね。誰が悪いわけでもないですよ。うん、ちょっと期待しすぎたね。いやだって綺麗は綺麗じゃないですか。うん、もうあと先行勝負しかないんじゃない。あ、先行花火じゃないですか。先行花火、あの誰が一番長く持つか勝負しましょうよ。あ、もうそれやっとく。これはおじさんでも楽しめるはずなんですよ。これはだってしゃがまなきゃダメでしょ。だ誰が一番持つかね。同時につけないよね。あ、じゃあもう同時につけましょう。じゃ高さ一緒にして。で、さとりちゃん。あれ、こっちか。逆だね。危ね。死ぬとこやった。やばい。おい、そういうのすんの？動く動く。いけいけ。激しくない方がいい。やべ。俺早くない？なんか俺の。ああ綺麗。綺麗。ああ。26年前は考えられなかったですね。この年で3人で河原で花火やるって。いやーすごいね。うん、あ、派手っすね。でも同じ動きし、やったやった。俺の勝ちでしょこれ。ほらまだついてる俺の。ほらほら。おめでとう。ありがとう。帰ります？帰ろう。あ、帰ろうというか上に戻ろう。はい。難しいな。花火ってすげえな。さ、地球 TV 特別編ということでね、お届けしてまいりましたけどもね。はい。まあこうやってね、初のグランピングで、茨城県のね、いろんな美味しい食材を食べながら花火をしたりして楽しみました。俺もほらもうキャンプを嫌というほどやってるわけじゃん、ソロキャンプというのは。はい。なんかね、久しぶりにあのみんなでやるキャンプではないけどさ、はいはい、まあね、うん、共同作業、そう、あの感じを思い出して疲れちゃった。で逆にあれでしょ、ソロキャンプの良さがまた分かったでしょ。そう、結局はね、人間って欲深くてそうなんですよ。そのたまにこういうことをやることによって、うん、またソロキャンプがいいってなるから。いや確かに確かに、うん、だから食材美味しかったし、うん、ただやっぱなんかそのね、やっぱもっといろんなとこに出てやっぱいろいろ物に触れたりね、場所を触れたり、茨城でやりたいなと思って、うん、正直どうなってるか不安だよね。確かに本当、はい、これどうどう、これでもしっかり言っときましょう。もうそのなんか自分らのためでもあるから、はい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 、本当ごめんなさい、手応えはないです。ない。もしここまで見て面白かったんだったらスタッフの能力が異常、異常に高いっていうなんかをやった自信はないですよね。いやそうなんだよ、うん、でもこんなにもう夜になってるでしょ、はい、なんかそんだけ時間費やしてんだね。そうですね。そうね、まあ、また行けることをね、そうですね、茨城で皆さんにお会いできることを楽しみにしながら、今日はここまででいいですか。もう分かってるんで OK は出ないんで、うん、そうね、自分らで本当納得したら切るしかないんですよ。そうね、だから今日は納得できないで終わらないですさあということで地球 TV またお会いできる日を待ってます。今回ここまでです。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。さよなら。最後は手応えありました。マジでマジで、はい、今ので淀川さんだけ。淀川さんで久しぶりに茨城に来たー。私が来たー。クバエン、あ、金魚釣れるんです。お姉さんこれを釣っていいの。あ、来た。あ、釣られた。やばー、一番乗りうん、うまっ。これ手口のそばもやっぱうまいっすね。そこで食うとうまいね。うまいね。くるーん、上手にくるんできたな。ちょっと派手にくるみたいな。くるーん4、3、2、1